こんにちは、野球の音です。今回はプロ野球選手輩出数が多い高校ランキング関東編をお届けします。関東は強豪校が多いですが、その中でも各県でプロ野球選手を多く輩出している高校はどこなのか見ていきましょう。では早速茨城から。第3位、6人で土浦日大高校。ロッテに大学社会人ドラフト3位で神戸選手が入団していますが、それが2006年で、その後プロ野球選手は輩出されていません。2020年ドラフトで土浦日大の選手が指名されるのかも見ていきましょう。第2位、7人で筑波秀英高校。筑波秀英高校はオリックスで中継ぎとして活躍した塚原選手や、現在阪神で4番も打つ大山選手らを輩出しています。第1位、11人で常総学院高校。巨人、DeNA で活躍した西俊久選手、元日本ハムの金子誠選手が常総学院の OB です。この2人は入団年度こそ違いますが、1996年に西選手がセ・リーグ新人王、金子誠選手がパ・リーグ新人王と、同年に常総学院卒の選手が新人王に輝いています。2019年のドラフトでも宇草選手が広島にドラフト3位、菊田選手が巨人にドラフト3位で選ばれています。茨城の高校野球といえば、個人的に木内監督率いる常総学院の野球が好きでした。続いて栃木。3位、6人で文星芸大附属高校。ヤクルトで活躍し監督も務めた真中選手、西武と巨人で活躍した片岡選手らを輩出しています。2位、9人で佐野日大高校。 OB には巨人で新人王、西武王も獲得した沢村選手、オリックスで活躍する田島選手らがいます。1位、16人で作新学院高校。巨人で最高勝率、最優秀防御率、最多勝、MVP など多数のタイトルを獲得した江川選手、中日のブルペンを支えた落合英二選手、ロッテでシーズン連続守備機会無失策の記録を樹立した岡田選手らを輩出しています。栃木も作新学院をはじめ強豪校が多いだけにプロで活躍する選手が多いですね。続いて群馬。3位、6人で健大高崎高校。 OB には中日で育成契約から支配下登録を勝ち取り、中継ぎとしても活躍する三間選手がいます。健大高崎出身の選手が2014年から2019年まで6年連続でドラフト指名されているのはすごいですよね。2位、10人で東農第二高と桐生第一高校の2校です。東農第二高は2019年大ブレイクした周東選手を輩出しています。桐生第一高校は中日で左のワンポイントとして活躍した小林正人選手、中日からオリックスに移籍した松井正人選手、ロッテから移籍し巨人でプレーする藤岡選手らを輩出しています。1位、12人で前橋工業高校。 OB には西武で最多勝、最高勝率、ベストナインなど多くのタイトルを獲得した渡辺久信元西武監督や、阪神で代打の切り札として活躍した加納選手らがいます。最近群馬代表として甲子園に多く出るのが健大高崎高校と前橋育英高校です。今後はこの2校からプロ野球選手が多く出るようになるかもしれませんね。続いて埼玉。3位、12人で春日部共栄高校。主にロッテで活躍した小林弘幸選手、悲運の天才と言われる元中日の中里選手らを輩出しています。2位、17人で花咲徳栄高校。 OB に2020年シーズンオリックスの正捕手として活躍する若月選手がいます。また2019年ドラフトでも韮澤選手が広島にドラフト4位で指名されています。1位、20人で浦和学院高校。西武、ヤクルトでベストナインを獲得した鈴木健選手、弾丸ライナーホームランが印象的な元巨人清水孝之選手、西武、巨人で活躍した石井義人選手らを輩出しています。埼玉は強豪校も多いのでプロ野球選手輩出数もやはり多いですね。続いて千葉。3位、10人で木更津総合高校。現在中日の与田監督や DeNA で先発、中継ぎで活躍する伊野選手らを輩出しています。2位、12人で拓大高陵高校。 OB にはヤクルトで盗塁王も獲得した足のスペシャリスト飯田哲也選手や、オリックスで1991年ベストナインを獲得している小川博文選手らがいます。1位、14人で習志野高校と銚子商業高校の2校です。習志野高校はミスタータイガースこと掛布正之選手や、2000本安打を達成している元ロッテの福浦和也選手らを輩出しています。銚子商業高校の OB には巨人で首位打者など多数のタイトルを獲得した篠塚選手や、中日でホームランを獲得、またヘディングで有名な宇野選手らがいます。プロ野球選手輩出数1位の銚子商業ですが、1985年を最後にプロ野球選手が誕生していません。近い将来またプロ野球選手が出てほしいものですね。続いて東京。3位、16人で早稲田実業高校。ヤクルトでベストナインを2回獲得している大谷選手や、大ちゃんフィーバーで有名な荒木大輔選手、ハンカチ王子こと斎藤佑樹選手、最近では清宮選手を輩出しています。2位、24人で日大三高。大橋豊選手は1968年に東映にドラフト1位で入団し、ショートとしてベストナインを5回獲得しています。最近ではヤクルト最優秀中継ぎ投手のタイトルを獲得した近藤和樹選手や、2016年新人王に輝いた阪神高山選手らを輩出しています。1位、30人で帝京高校。トンネルズの野球盤でもおなじみの吉岡選手、森本ひちょり選手、杉谷選手らを輩出している高校です。他にも西武、日本ハムで活躍した奈良原選手
手や DeNA 山崎康明選手らを輩出しています。東京も強豪校がひしめくだけあってプロ野球選手輩出が多いですし、活躍する選手も多いですね。最後に神奈川3位、30人で桐蔭学園高校、巨人で活躍しベスト9も獲得している高橋由伸選手や、最近では楽天で活躍する茂木選手らを輩出しています。2019年ドラフトでも DeNA にドラフト1位で森敬斗選手が指名されています。2位、35人で東海大相模高校、巨人の原監督をはじめ元中日森野選手、菅野智之選手、太田大志選手、田中康介選手、小笠原慎之介選手、大城匠選手など数多くのプロ野球選手を輩出しています。1位、66人で横浜高校、マシンガン打線を支えた鈴木貴則選手や、その他に松坂選手、涌井選手、筒香選手、近藤健介選手、柳選手など挙げればキリがないほどたくさんの選手をプロ野球に輩出しています。いや、さすが神奈川県、かなり多くの選手をプロ野球に輩出していますね。1位、2位の学校だけでプロ野球選手100人超えはかなりすごいです。いかがでしたか？やはり関東になるとプロ野球選手配置数がぐんと多くなりますね。今後もデータを活用してよりプロ野球を楽しめるような動画を投稿していくので、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。